お刺しだブレクナムはマービレマッキノは、獅子頭科のシダの一つ。獅子頭に似た葉を持つが、普通は葉を密接しない。常緑性の多年生草本。根茎は補匐して、葉をまばらにつけるが、根茎の長さが詰まって葉を束のように出す例もある。根茎の輪辺は、褐色で膜質、卵上皮芯型から甲皮芯型で、長さ2から7ミリメートル、円は、虚子はない。 歯には二型があり、いずれもタウ上腹用。栄養用では、葉平部は短くて、長さ2から10センチメートル、ほとんど基部までごく小さくなった右辺が並ぶ。葉芯の部分は非芯型で先端部のみが、お上に伸び、長さ20センチメートル、幅5センチメートルほど。放子用では、葉平は、より長くて3から12センチメートルで、淡い褐色だが、光脂色を帯びる。 洋芯は栄養用より細長く、強皮芯型で、長さはやはり 20cm 程度だが、幅は 3cm ほど。右辺の中六は表で溝とならず、裏でも隆起せず、両面ともに目立たない。和名の由来は、気色器の多さに似るためであるが、牧野は、腰全体の輪郭が多さに似るためで、櫛の市場の切れ込みを指してのものでなく、その点、 おさば草と同じと書きながら、おさば草の記事には、葉隠しの葉のようで旗織の多さに似ていることから来ている、と書いてあり、混乱している。日本の固有種で、本州、四国、九州から知られる。山地の森林内で、岩の上に生じる。時に群落を形成する。ひりうだ族には日本に五種ほどがあり、その中では、獅子頭が、比較的よく似ている。この種では、 根茎がごく短くて、やや立ち、多数の葉を束のように出し、ロゼット状になるのでその生え方は随分異なる。個々の葉では獅子頭の右辺で中六画表で溝となり、裏に隆起して目立ち、それが区別点に挙げられる。また、獅子頭は里山にまで広く見られる普通種であるが、おさしがはより山中でしか見られない。環境上のレッドリストには取り上げられていないが、 各地で絶滅危惧種として挙げられている。特に東京、高知、福岡では絶滅危惧愛類に指定されている。以下、種として岩月編 P155 巻の P44、P197。ありがとうございます。